宮内庁に電話をかけました。だけどもう一瞬で切られてるんですけども、こちらはどうだったかな。これが13秒、通話した時ちょっとだけ会話してるんですけども、その記録すら消去されてますね。あ、先ほどお電話をおかけしました淡いというものですけども、途中で電話が切れましたので、まず結婚のことで佳子さまとっていうところまで言ったら電話切られてるんですけども、相手の電話に出た人間は老婆なんですけども、すぐ電話切っています。でこれ、ちょっと座って言いますね。基本的に昔からこういうふうなことをやられていて、でまあコンピューターの自動でその老婆の、名前や、会話した内容っていう記録を消されています。でコンピューター制御は過度に効きすぎて人を不幸にしています。コンピューターに頼る社会をやめましょうと、 AI による、もしくはそのものが自動で、そういうふうに手配している可能性があります。そのものは自分から電話に出た時名前を名乗っていませんから、その老婆は。で、自分の顔の若返りを図っていたのか何なのかわからないですよ、わからないですけども、だけども不審人物ですよね。電話出た時に自分の名前を名乗らないから。僕は基本的に自分の電話出た時は自分の名前名乗ってますね。で、電話かける前に基本的に嫌な予感はしてたんですよ。だけどもその壁を、突破しなかった真実は手に入らない。公に公開することができない。この世の中はどうなってるのかっていう部分でね。でこの統治の仕方に無理がある。まともな人間が出世するんじゃなくて、悪いことをしてる人間が出世するような形になってしまってます。いやもうそれは本当ですよ。もともと昔第二次世界大戦の頃からの話だったら分かりやすい。戦争を指令化してしまったのは誰だと。でその前まで、例えば中国まで侵略したり侵略戦争をしていたのは誰かと、武力行使によってね。でその一族の人たちが基本的に政府上層部に残ってる形だったと。で誰もが、このような世の中は間違っているっていうことを感じながらも放置していた、ほったらかしにしていた。すぐ進むことがずっと進まないような形になってる。河川水門開閉式ダム発電、地下水流ストレートトンネル式回転止め式発電に関してもちょっと正式名称っていうところが文章長いんで言い方僕も間違えるんですけども、それも全く進んでいない。蒲田発電すら進んでいない。で僕はホームページに薪の終わり方とかいろいろ記載してますけども、肝心要の蒲田発電というものを作ってないから意味ないんですよ。学校が、教育委員会が。で小学校の数も、大谷翔平のそのグローブを巻いた事件でね、日本の小学校の数は2万校とされています。で中学校の数が1万校ほど、だいたい小学校の数に対して、中学校の数がだいたいそれぐらいっていうのは昔からそうなのでそうなんじゃないかなとは思います。令和4年のデータなんですけども、でこれ佳子さまへのメッセージなんですけども、そちらから僕の携帯電話に電話をかけた時に、その電話かかりませんか、つながらなくなってます、誰かはそういう裁判しました、だこういうことになってくるんですよ。誰か一人のために世界はあるんじゃなくて、多くのものに関わってるものの大きな問題解決を早急にしなければならない。だからそこで優先順位がついてくる。エネルギーの残存量問題の解決だとか。で、結婚話に関しては、これは当事者である者たちは全員今更、
まあ、どこでどう区切りがついていたかっていうところもね、テレビ局関係者の人たち多いですから、で一般人として生活していて、テレビ局に出てまた一般人としての生活に戻ってるような、その出入りっていうものを全てなくして、人を固定して、で罰金払ってもらうと、こういうふうな形にしなかったきりありません。で、それは電話に出た人間が身勝手に自分の名前を名乗らなかったりして、これ警察官も含めてですよ、率先して名前を名乗らなかったら、罰金で、その罰金はね、給与を減額して国が持っていくんじゃなくて、電話をかけた人間にお金が振り込まれなかったら話にならないんですよ。企業国が国の内部で、そのね、昇給させなかったりだとか、ボーナスをしっかり与えられなかったりだとか、そういうふうな形にしてた国が、国の人間同士でお金回しちゃってるわけになるでしょ。で、まあ、佳子さまへのメッセージなんですけども、まあ、宮内庁の方には、電話かけました。ただし、相手のその老婆、との会話のその淡いケースけど言いますけども、佳子さまにお会いしたいんですがっていう話をした時に電話を切られています。で、それが佳子さまの指示なのか何なのかわからないです。で、よく一般人にしっかりと伝えてない、用紙として伝えてないような形の、例えばガスの料金とかでも、金額とか、渡してますよね。2ヶ月に1回分だとか、水道料金とか。だからそれとも同じで、用紙にして何かテレビ局用とか宮内庁用の、特別なルールがあるんだったら、それを渡してもらわなかった。これは無理です。だから、してることが、ちょっともうここ、はっきり言っておきますね。一般、他の人だったら、宮内庁の人間からだったら、まさに勤務者だったら余計言えないことをはっきり言っておきます。昔も言いました。ヒトラーと同じです。独裁。で、その独裁の実態は各自がバラバラに動いている。だから情報がはっきりしない。テレビ局の数を減らせばいい。で、夜中と明け方の時間帯の番組をなくしたい。まあ、今、動画、昨日報道でその喋っていた内容っていうのをエクスポートして、まあ今日中にアップロードしようとは思っています。で、まあ合わせる合わせるということなんですけども、明日絶対合わせるということなんですけども、それをしっかりと国民にね、普通開示するものです。例えば、眞子さまと小室圭さんは結婚する前から世間に開示してたでしょ。まあ、僕は、開示しています。僕は開示しています。結婚希望相手をね。で、今までの経緯っていうもの。で、これは僕は今踏ん張ってる状態なんですけども、正直先ほど電話かけた時に、佳子様に対してどう思うかって言った、佳子ちゃんに対してどう思うかって言ったら、結局、皇室も嘘側だったのかとか、まあ、そういうふうなイメージになっちゃうんですよ。で、何もかもが嫌になる。で、それを、乗り越える、あらかじめまあそうなるだろうなっていうのは予測しておいて、それを、なんとか乗り切る、突破する、まあ、こういうふうな形で精神的に保っている。で、喧嘩になったら多分結婚話はそこで終わってしまうと思います。ただ正直ね、普通に考えて、結婚した時にその夫婦間になって一回も全く喧嘩がないまま人生を終えるかって、それはそれでないなと。だからそういう部分もあらかじめ理解しておいて、ちゃんしっかりと会って、話し合い、家族会議の時間帯を作るっていうことですね。メモですね。だからお互いどういうふうな方向性で生きていこうとしてるとか、そういうふうなことをしっかりと明確にすることで、あとはまあ宮内庁に電話かけた瞬間、そのね、春山整骨院から車がたくさんなくなってるんですよ。いなくなってる。で、朝から集まってきた人間。だから、今の現実的な形で言うと、皇室と組んでいた、もしくは宮内庁との人間と組んでいたような形で、
春山整骨院が稼いでいたっていうことになるんですかね。だから見かけとしてはそう見える。だからそれが国会議員かもしれない、ハリキューマッサージを認めてしまった国会議員のせいかもしれない、地方議員のせいかもしれない。だからそこはただそのね、全部が全部テレビ局を責めれるかって言ったらそうじゃないんですよ。まあ、赤十字社として雅子さんもはっきりと言ってる映像は見ています、総裁です、日本の赤十字社の雅子様はハリキューマッサージは関係ありませんと、医療業務ではありませんと。で中国政府にも聞きました。もともとハリキューマッサージは中国からの由来したものですが、中国政府もそんなものは、根拠はないっていうことで認めています。認めてるっていうのはハリキューマッサージを認めてるんじゃないですよ、ハリキューマッサージを認めないことを認めてるって言ってるんですよ。で、ちょっと待ってください、ね、今考える力っていうものを奪われてるんで、アクトに対しては、ルール法律正当防衛民法720条でしっかりと言わなきゃならない、はっきりと。裁判所も、判決に関しては何々を支払えという命令口調なんです。お金の周りで言ったら健康保険の方でしたっけ、国民健康の保険の方じゃないですよね。だから国側じゃないっていう形になってたと思うんですけども、そこに無理やり介護をくっつけてきて国側みたいに見せかけていた、これが春山整骨院の実態であって、そのようなものは最初から最後まで必要がなかった。歩いて訪問看護、どこでも電車バス徒歩がある、移動するんだったら車じゃなくて電車か徒歩、ほとんどのとこは徒歩で順番に回っていったらいい、移動距離なんかほとんどない、一軒から一軒までの間、車なんか乗らん方が早いっていうことに気がつく、いちいち乗り入れとか駐車場に停めたりとか。だからね、雨の降り方は今は証拠がこれでも出て上がって、まあ、出たところですが、先ほど雨の降り方結構激しかったでしょう、まあ、まとまった雨の量で、風もね、そこそこ出てるんですけども、まあ、春山整骨院に対しての誰かの怒りか、もしくは淡井圭介に対しての怒りかもしれない。まあ、淡井圭介に対しての怒りだったら1から10まで全部話を、知らない人間後から知ったらその人間が恥を晒す、名前と住所、電話番号、もちろんワンセット。淡井圭介に今更文句言うぐらいだったら、その人間も名前と住所、電話番号公開して、で、どっかに、逃げるのはなし、どっかの建物の中にね、その固定した住所の中にいなさいっていうことになります。で、今、この辺のところが、因果応報とか、そういうふうな言葉遊びじゃなくて、これはもう裁判所の判決が必要になってきますね。で、ただちょっと素早かったんでね、その会話した内容っていうものを、あれは多分コンピューターの自動消去でしょうね。電話してね、いやけどまあ人間でもできるっちゃできるんですかね。通話記録すぐに。なんかそういうものも昔販売されてましたよね。けどこちらの通話記録を一部省いてるっていうことはやっぱり行政が行ってるんでしょうね。だ結婚妨害は昔からされていたのと、あと河川水門解析玉発電と地下水流ストレートトネル発電に関しても、もともとね、そのフミート様とかも赤坂御所に来ませんかとか、皇居に来ませんかとか、まあ皇居の方に関しては成人様たちの方ですけども、彼にその河川見てもらった方がいいと。まあ、そういうような結論に、すでに僕は二十歳過ぎの頃になっていて、僕の友達、長安信弘というものが、マルショー建設で昔働いていて、まあ、今も所属してるとは思うんですけど、この間電話かけて、
まあ、所属という形でしたので、神戸市のその丸商建設、丸山の丸、と山と書いて、あ、じゃあ、じゃあ、丸と、正しいと書いて丸商建設ですね。丸くて正しいっていう、まあ、意味の建設会社なんですけども、その彼と一緒に一度皇居へ訪れてるんですよ。で、僕はその時にそれまでの状況っていうのを忘れていて、忘れてどうか、ちょっと僕もね、その時皇居行った時、その前で待ってくれてた人が男性の老人の方、どういうような受け答えをしたかっていうことをよく覚えてないんですよ。だからその当時の国会議員の方だったかもしれないし、宮内庁の上の方の人間だったかもしれない。だからその辺のところ含めて、これね、粟井圭介と名乗っただけで宮内庁の方で電話を、オフにされるということは、結局、この話全部つなげていくと、未来からの、時間軸からの声を尊重してるのか尊重してないかの話なんですよ。そもそも粟井圭介を神戸市の、神戸市にスーパーコンピューター計富岳を設置して、未来の時間軸からの地震の情報とか災害情報とかを、伝えるという、そういうふうな内容に対して政府が動いてるのか動いていないのか、認めるのか認めていないのかの話になって、結局機能していないっていうことになるんですよ。それはそれでみんなで冷静に対処しなければならない。事実をしっかりと世間に公開して、未来の時間軸からの災害情報、それは、大事にしようと。だから佳子さまにまず聞きたいのは、なぜ僕の携帯電話に自分の携帯電話から電話をかけないのかっていうことと、もしくはかけたのかっていうこと、かけたけどもかからなくなってるっていう状態なのか。じゃあ、かけてもかからなくなるように設定したのは誰かっていうことになるんですけども、それはもう全て、本人に聞いてみないとわからない。で、地域の人間と組んでいたのかどうかっていう話になるんですよ。動きを見ていたら、そのテレビ局の業界の人間とか地域の人間が行っていた、そのむちゃくちゃなお金の回し方でのストーカー行為法違反や挑発行為の行動をしていた。で、そこに、その仕事としても、春山聖子さんだけじゃなくてね、そのスポーツ業界に関しても、これは早急に世界中でオリンピックの解体とか、スポーツ振興法とか、そういった法律をなくしてもらわなかったら無理があります。エネルギーの残存量問題でね。だプロ野球でも、セ・リーグ、パ・リーグ5球団ずつに、編成し直して、日程的にどこか1球団が、試合をしてない時に河川の土砂のかき出しだとか、山に斧で木切りに行くとか、途中までは電車で行けるわけじゃないですか。それこそ体鍛えるのも目的の一つですから、だからまあ、ある程度、その徒歩っていうものを加えて、あまり体鍛えてない僕でも、その1日30キロとか 40km ほど1日歩いたりしてますから、それは自衛隊の人は、レンジャー部隊の人たちの1日の歩く量と同じで、まあ、レンジャー部隊の人は山を登ったりしますから、僕の場合は基本的に河川を下っていきながらの撮影だから、なんとか持ちこたえてるだけで、もうやっぱりもう20キロ超えた時点でもう相当きついですよ。あんまり体対して普段動かしてない、力仕事とか何か動き回る仕事をしてる人間であれば、そういう河川の撮影とかも平気でこなせるでしょうけども、もう足の裏が痛くて痛くて、で、次の日ももう動けない状態ですね。だから話がだいぶ、まあ、何回も同じことを言ってしまってるような形にはなりますけども、まあ、これが宮内庁のその電話のシステムであって、それを改善しなければならないということですね。それと、あと電話に出てきていたのが老婆っていうのが正直無理あるなと思いましたね。だから、この件が長引けば長引くほど、例えば20何年前とかに宮内庁に電話をかけた時のその担当者の、その人もね、確か老婆だったと思うんですよ。じゃあ電話を切ることによって、電話をもし同じ人物だったとしたら、その頃から老婆で、今も老婆で元気にしていたとしたら、この件を長引かせることによって、自分の寿命を長くしてる。
分かってきました。どれだけむちゃくちゃなことをしていたかっていうことが。だから、僕は安倍晋三さんのこと好きですよ。で、まあ、安倍昭恵さんに関しては、もうほとんど話したことはないですから、もうよく分かんない、分からないとしか言えないんですけども、その、安倍晋三さんの、親がお亡くなりになられたっていうニュース、まあ、それまで嘘だったら僕ももうお手上げなんですけども、95歳でお亡くなりになられてる。で、その命取りっていう言葉あるじゃないですか。だから政府上層部に上っていった人間とかの親族が、長い間生きているような形になってるような気がするんですよ。で、その何でも店に関して親戚のおばさんだと思うんですね。右手にいた眼鏡をかけた女性の方で、その人も80代なんですよね。で、日本人、まあ、世界で一番長寿の平均寿命とされている日本人のその平均寿命が、男性女性が80歳ぐらいなんですね。女性は81歳になったかどうかなんですよ。で、私の母親は74歳で亡くなってるんですけども、日本国憲法とかも早急に修正するべきだと思いますよ。その労働の義務っていうのをね、それがあるから無駄にたくさん仕事をして、たくさんお金を稼ごうとして、結局エネルギーをたくさん消費する社会が出来上がってしまってるんですよ。だ、話は逆で、その命のりの話はお互いなしにしておいて、その責任問題でね、その政府上層部に残っているものと、それと、片や世の中を良くしようというこの2つのグループで物事を動かしていくしかないと。そういうことになるんですよ。で、どちらにしてもその政府を良くしようとして、だから、まあ、この人のグループは自分はもうここからここまでの世界にどうしてもなってしまう。だからやっぱり何を優先するべきかのところで、エネルギーの残存量問題、少子化に対する対策、それはお金をばらまくことじゃなくて、エネルギーの残存量問題とワンセットで、児童手当とかがあって、生活保護者でもとりあえず飢え死にはしませんよと、そういうことをお伝えするのが、政府の役目であって、それは受付の窓口の人たちはしてるんですね。だからテレビの放送でそこまでしてない。だからそこは何が原因かっていうと、民間のテレビ局、CM 料、倒産、自分のしてきた仕事、かけてる年金、2000万円の話、そこで話がごちゃごちゃになってしまってるんですよ。だから生活保護があるから、そこまでちょっとみんな頑張らんといてもらいますの話になるんですよ。頑張る方向性はスポーツ業界の規模縮小で、建築業界はもうこれ以上建物を建てないこと、新築の空き家がいっぱいあるから、そこに、そこを購入してもらえませんかっていう形で物事を進めていくしかない。空いてる土地に関しては、メタンガスの生ゴミの貯蔵庫を設置、みんなが自分で歩いてそこに、捨てに行くと。で、そこには係員がついておくと。これが仕事。仕事の質が変わるっていうことであって、仕事がたくさんなくなるわけでもない。だから自動車の生産に関しては100分の1まで低下させてほしいっていうことは言ってますけども、5年10年止めた方がいいかもしれないですね。電車バス徒歩に変えて、で、電車がいっぱいになるって思ってる人は、電車が増便したいっていうことを忘れてしまってる人なんですよ。で、その辺に関してね、僕は阪神タイガースの試合を何回か見に行ったことがあるからよく分かってるんですけども、その阪神タイガースの試合が終わった後、その甲子園の球場の近くの阪神電車の駅に、
新快速か快速ですね。その電車が、5分以内に10両編成ぐらいで次々列車に入ってくるんですね。それができるっていうことは、まあ、正直けど冷静に考えたらものすごいスピードで走るから、ちょっと感覚がっていう部分があると思うんですけども、5本に1本だったら安全でしょって気がつくでしょ。だから電車の本数を増やしたらいいんですよ。だからバッテリーがもったいないから、基本的にみんな電車バスの方で良かったんじゃないかっていうことになるんですよ。特に沿線沿いのところは普通電車への乗り換えを利用すればバスに乗らなくても、基本的に駅から歩いてそんなに離れたところに街ないでしょう。まあちょっと同じような内容になってきてしまうので、だからまあこれは佳子様とのご相談なんですけども、その青法に関してね、これはっきりと明確なものを提示してもらえますか。で、あとはテレビ局の人たちへなんですけども、ちょっとそれはそれで別に録画しますね。まあそれは佳子様にも見てもらいたい。